2段今、夫婦で、取りと受けをやってもらってますが、実際には、ひろこさんの方が最初に合気道を始めて、合気道歴は長いです。ひろこさんも合気道とこの前には薙刀術もやってたみたいで、結構古風な、武術をやっているというところで、今やってる技は護身術を中心とした技をやっていただいています。やっぱり女性なんで、合気道の護身術として、見ていただける方もいらっしゃるようで、これから合気道を始める方も護身術目当てに入ってくる方もいらっしゃると思います。で、護身術ってのはこういったものなんです。ところ今テープで実演しているところであります。三強投げ、合気道っていうのは、体力差、腕力関係なく、対等に技を掛け合い、投げ合えるのが特徴でございまして、女性であろうと高齢者であろうと対等に稽古できる、これが特徴であります。21番演武。